の試合は幕内選手のデビュー戦である。反則は十分気をつけるように。特にバッティングとローブローは厳しく取っていくからね。僕だってビビりっぱなしじゃないぞ。よし、少しは気合い入れて応援してやるか。あんたっててめえのチンチンはヘビー級だからな。気にするな、勝てばいい思い出じゃ。よし、負けるもんか。ここで負けたら全て失っちまうんだ。よし、いい気合いの乗り方だ。体の調子はいいみたいだ。耐えらねえ。見ろ、いいコンビネーションだ。調子いいじゃねえか。ああ、パンチが走ってやる。だんだん慣れてきたぞ。こいつのパンチがガードをぶち壊して入ってきやがった。ガードが下がってんだよ。耐えた。奴の強打は本物だ。同じファイター同士だ。逃げた方が負ける。汚染だ。飛車かけてきたら倍の気迫で押し返せ。いいな。ひよっこにプロの厳しさってやつを教えてやるぜ。撃って撃って撃ちまくるんだ。かなりインファイトをものにしたな。お前らがゲロ吐いたやつだな。小田がコーナーを襲いかけてやる。バカ野郎、さっきと同じじゃねえか。小田、何やってんだ。回り込み。小田さんだって苦しいはずだ。残りの体力を全部つぎ込むつもりで攻めるんだ。そんなパンチで俺が倒せるか。まだまだ。このまま終わるわけにはいかねえ。何のために必死こいてきたんだ。あいつがあれだけ絶好調で試合に臨んだのも神様、最後のリングかもしれねえんだ。 KO チャンス絶対ものにするぞ。かすったわけか。脅かしやがって。ドクター、ここでドクターストップがかかりゃ TKO 負けだ。恐ろしい。また当たりやがった。幸い筋膜までは達してないようだし。よし、氷袋用意しとけ。それと浴びてんじゃ。この血止まりますか。この日のために一生懸命やったのに。今傷に秘密の薬を塗ってやる。そして仕上げに最後のは一体何だかわからねえが、カットマンとしても超一流だぜ。それ以上傷を広げぬようにするのはボクサーの仕事じゃ。負傷した相手には気の毒だが、これはおめえの根性が呼び込んだチャンスだぞ。足もそろそろお釈迦だな。3ラウンドか。次で決めさせてもらう。出血が先か倒すのは先か。ああ、これ以上はまずい。止められちゃう。左で間合いを図らなきゃ右は当たらねえ。ダメだ、なんとかしなきゃ、なんとかしなきゃ。そんなの嫌だ。何、サウスポースタイルだと。諦めるもんか。一か八か、これで勝負だ。小田さんが来たら右ジャブで動きを止めて。こいつ自分で打って驚いてやがる。だよ、引っ込めたてめえなんだ。怖がれんだ。ストップだ、早く止めろ。まだじゃ、小僧に気分だ。なんでうまく打てないんだ。そうか、あ、そうだった、ジャブはとどめだ。勝者、幕内。勝った。よく戦ったぞ。やったね、一歩くん。次も頑張れよ。あ、はい、ありがとうございました。まだピンとこないですよ。無我夢中だったし、なんかどさくさに紛れて勝ったみたいだし。どうもありがとうございます。右ジャブ一本で倒しきっちゃったよ。しかし勝負は紙一重だった。もっと強くなってくれなきゃ面白くないぜ。ありがとうって言いやがった。ちくしょう、あれは俺のセリフだぜ。うぬぼれてボクシング舐めてかかって、ボクシングがこんなに面白いってこと。ご覧の通りさ、無様に負けちゃったね。でも無様なんかじゃないわ。また頑張ってほしいの。けど負けちまったんだ。もう試合は組んでくれねえって。明日からのトレーニングに響くぞ。今日の内容も紙一重。わ、おめえがチャレンジャー。ありがとうございます。会長、ありがとうございました。あれは喜んでるんだよ。酒と言っても乾杯のビール一杯だけだよ。とりあえずおめでたい雰囲気だけ味わおうってことさ。相変わらず元気ね、ヤギさんのところの子は。それでは一歩くんのデビュー戦勝利を祝って。起死回生のジャブってところか、よく思い。仲間がいて楽しくて。私もこういうタイプ弱いのよね。可愛いだと騙されやがって。試合の前だって死ぬほど恥ずかしかったんですから。これだよこれ。一歩
休んでなくていいのか。朝から体動かさないと調子が出ないんだ。先行ってるよ。昨日はごめんね、遅くまで。やっぱりこれはデビュー戦に勝てたご褒美に違いない。僕は勝ったんだ。拍手が雨みたいに降ってきて、これ見たらみんな驚くだろうな。でも自慢になったら嫌味だし。それでさ、その後リオコが、あれ、おめえプロボクサーやってたのか。大学とかどうする。ボクシングで生活すんの。こりゃ今日一日質問攻めだろうな。別に人気取りのためにボクシング始めたわけじゃないしね。こんなところで昼飯かよ、しけてやがんな。ライセンスはうちに置いてきたし、取られるものはない。用がなきゃ話しかけるなってのか。梅沢さん、ほら、あ、お前のクラスのやつに聞いたんだけどよ。おやら本当らしいっすね。しかしな、梅沢さんが聞いてるんだよ、とっとと答えろ。あ、はい。俺じゃ分かんねえだろうが、最初から説明しろ。 TKO 負けにならなくて助かったよ。きっと相手が弱かったんですよ。ボクシング好きなんですね。ボクサーってのは強い男の頂点だからな。押しに乗ってんじゃねえぞ。あ、相手は決まってないんですけど。後楽園ホールで1ヶ月後ね。やばるんじゃなかったんですか。友達になるんじゃ。今さら言うるせえ。今日は何の取材ですか。幕内君は会長に頼まれたものを持ってきたんですが。俺様の後ろを取るとは言い足してんじゃねえか、藤井ちゃん。あんずみやすな。三番のフックを忘れたのぞ。足があるな。状態を振れ、カットをもらうぞ。常に両手を顎の下につけ、ガードする癖をつけるそうです。名トレーナー、カスダマトがマイク・タイソンに教えた。さすが鴨川会長。わちゃわちゃすまんの、藤井君。この間の宮田の試合が入っとるビデオじゃ。次の試合も新人王トーナメントも近いんだろ。参戦三 KO、 さすが宮田君。新人王トーナメントか、厳しい道だけど。小僧いるか、小僧。相手は前田ジムの藤原義雄。ボクシングを終わってみるまで何があるか分からんから、落とすわけにはいかん。気を抜くな。燃えてんな。これ見てもどうも信じらんねえ。だけどもしかしてめっちゃ強かったらどうします。よし、そうか。10秒ぐらいで負けんじゃねえか。いよいよ一歩の番か。お前ら何緊張してんだよ。はあ、一歩だ一歩。見てください、一歩の相手いかにも鉄らだ。しかしボクシングは顔で戦うわけじゃない。練習通り動けば問題ないわ。デリバラに思いっきりぶちかぶせ。あんなガキくせえ面したやつは一発ですぜ。始まった。ガードは家庭じゃねえか。でもぶつけられてるみてえだ。調子乗りやがって。いただき。ぶつけ入れてなかったっすか。入れてた入れてた。あれは確かに。はい。聞いてません。4回戦は2ノックダウン制だ。もうダウンできないぞ。打ち合いじゃ負けてませんね。ダメだ、まともに打ち合っちゃ勝てねえ。よく見ろね、フリー。頭だ頭。あんなに頭低くされたらぶつかりますよ。ピーカブースタイルは低く構えるから当たりやすいのかな。あれが卑怯な手使いやがって。熱ぶっ倒しまえ。そうだ、やれやれ。そこだ。いけ。打ち勝ってる。まただ、避けろ一歩。来るのが分かっていれば。もう一発。よっしゃー。ダーン。勝者幕内。一歩くん、おめでとう。よくやった小僧。いでー。ヤギちゃん笑っちゃ気の毒ですよ。盛り上がってんな、一歩のコーナー。いいえ、俺はゴングが鳴る前からあいつなら心配ない。一歩に先目つけてたのは俺だぞ。目をつけていじめてたのは強いんだな。寄り道していかない。うん、行く行く。どこ行く。ちょっとこっちゃ来いや。おい、みんな、こいつがさっき話した幕の内一歩だよ。なんとこう見えてもプロボクサー。お前らにも見せたかったぜ。もしかして梅沢君、見に来てくれてたの。相手は眉毛のね、すんげえ潰したやつで、自分のコーナーで不敵に笑ってやがんだよ。でも学校の中に僕が勝ったことがねえかと思ってたが、しかしそこへ反則やらず。痛いけど嬉しい。そしてもう一発、必殺の右一発。レフェリーのカウントが始まる。俺たちも一緒に数えたね。やつは動かない。8、9。わあ、おごりなんですか。ありがとうございます。遠慮せずにどんどん食え。しかしもう1年か。ってことは1回戦の相手が気になって仕方がないだろ。新人王か。俺様は忘れとちまったから、あんまり
には奥様。